リバティシティは、コンピュータゲーム、グランドセフトオート、グランドセフトオート3、グランドセフトオートアドバンス、グランドセフトオートサンアンドレアス、グランドセフトオートリバティシティストーリーズ、グランドセフトオート4、グランドセフトオートチャイナタウンウォーズに登場する、アメリカ合衆国の架空の大都市。モデルは、ニューヨーク市と言われており、グランドセフトオート3では、アメリカ最悪の街。 ワーストプレースイスにアメリカと呼ばれていたが、グランドセフトオート4においては、チャンスの街、ラントオブオポチュニティとも呼ばれるようになった。街並みや地名などが違う3つのバージョンがある。初代版、3版、4版を含めシリーズサイトの登場数である。このリバティシティは、地形的には、シリーズの中で一番ニューヨーク周辺を再現している。地名も、 以下の通りニューヨークの地名に似せたものが多い。リバティシティは東から順に工業地区のポートランド・ポートランド、商業地区のストートン島、スタントンアイランド、住居地区のショアサイド・ベール・ショレシデ・ベールの3つの島から構成されている。3つの島を行き来するためにいくつかの交通機関があり、島同士を結ぶキャラ反響、稼働橋上を自動車で通過できるほか、 海底を走るポータートンネルで島から島へと移動することが可能。また、リバティシティを一周する地下鉄を利用することで徒歩にて移動することも可能。地下鉄は、レッドライトディストリックとリバティ大学、フランシス国際空港、ベッドフォードポイントの4つの駅を半時計回りに走っている。様々な人種が一ろに雑居しており、代表的な外来人種に中国人、 日本人、イタリア人、ジャマイカ人、コロンビア人、メキシコ人などが存在する。リバティーシティがアメリカ最悪の街と呼ばれる理由としては、全体的に治安が悪く凶悪犯罪が多発し、また、上に述べたような移民の人種ごとに、規模の異なる犯罪組織が存在しており、殺人、麻薬取引、窃盗などの犯罪行為に及んでいることが挙げられる。さらに、 LCPD の必要とあらば軍隊まで動員する過剰防衛の傾向や悪徳警官の収賄などの不安定な内情もあり、市民の不安は止まるところを知らず、道都市はグレートプレイスツーリーブなどという不名誉な呼び名を与えられている。なお、LCS ではバイクに乗ることができるが、3にはバイクは一切登場しない。これは発売時期が早い、3に、 バイクのデータが存在しないためであるが、設定上の理由は、LCS の説明書によると、ARSE が原付二輪車の事故の危険性を訴えたため、3の舞台となる2001年にリバティシティ内でのバイクの運行が全面的に禁止された、とのこと。なお、LCS の1998年の時点で、自転車はすでに禁止されている。同によると、ARSE は、 大型自動車の大手マイバツから多額の資金援助を受けている工業地区 3LCS ともに物語はこの島から始まるこの地域には工業港、工場、中華街、風俗街などが雑然と密集しておりトラック、バンなどの大型車両が多く走っているこのエリアのみの交通手段として高架上を走る路線電車がありこれを利用することで 半時計回りにヘップバーンハイツ、チャイナタウン、ポートランドビューの順に3つの駅を徒歩で移動することができる。このエリアをねじろとする主なギャングには中国人で構成されたトライアド、イタリア人のレオーネファミリーとフォレディファミリー、ヒスパニック系のディアブロなどが挙げられる。もともとはレオーネファミリーが主に支配していたが、近年はトライアドの台頭により、 勢力の均衡が崩れ、今では大規模な構想が頻繁に起こっている。話が進むと三つの島のうち最も危険な島になる。商業地区。ベースはニューヨーク市のマンハッタン。ショッピングモールや劇場のある繁華街、葬儀場、公園のほか、市役所、裁判所、LCPD 本部、検察庁、FBI などの都市機能の中枢を担う施設が置かれている。 セダンやワゴンといった一般的な普通車のほか、スポーツカーやリムジンのような高級車も多く見受けられる。東のキャラハン橋は、ポートランドと西の稼働橋は、ショアサイドベールとつながっている。日本人のヤクザをはじめ、コロンビア系のカルテル、ジャマイカ系のヤーディーズなどのギャングが存在する。住居地区。一見平和そうに見えるが、実際は、ほとんどの住人が、 ギャングやマフィアの関係者であり、警備も厳重である。主に、フランシス国際空港や、倉庫街のある南部と、団地や、豪邸の立ち並ぶ北部とに分けられる。全域的に起伏に飛んでおり、SUV に代表される四輪駆動車が多く、走行している。主な施設に、国際空港、大学病院、倉庫街、団地、高級住宅街、ダム、キャンプ場などがある。 この地域に拠点を置くギャングに、前述のコロンビアンカルテル、ストリートギャングのフーズがあり、フーズにはさらに赤色のレッドジャックス、紫色のナインズという二つの勢力に分かれている。なお1998年には、ヤクザの縄張りも存在していた。サルバトーレ・レオーネ率いるリバティシティ、セントマークス地区を占領しているシシリアンマフィアの一つ。 セントマークスにあるトニーのレストラン、トレントンにある上位のガレージ、レッドライト地区にあるルイージのセックスクラブセブンなどもファミリーの支配下にある。また、ホレッリファミリー、シンダッコファミリー、ディアブロ、トライアドなどと激しく抗争を続けている。2001年にボスであるサルバトーレ・レ,レオーネが主人公によって暗殺されている。サルバトーレの死後にファミリーのボスになった人物は不明である。 1998年当時ではドナルドラブを支援しており、1998年の段階ではリバティシティの中でもかなりの権力を持っていたものの、2001年の段階では弱体化している。主な武器はピストル2001年のサルバトーレレオーネ殺害後にはショットガンも追加。車は1998年ではレオーネセンチネル2001年では マフィアセンチネルとなる。どちらもセンチネルのカスタム車で黒ずくめのボディとルーバーが特徴。また、マフィアセンチネルとレオーネセンチネルは普通のセンチネルより性能が良く、速い車の少ない序盤は重宝する。前述した通り、3ではショットガンを使うため、サルガトーレが暗殺された後のセントマークス地区を普通の車で通るのは非常に危険である。 シシリアンマフィアの一つ。ファミリーの狩猟はすぐに変わってしまうため、はっきりした狩猟はおらず、リバティシティ、セントマークスで見かけられるが、縄張りもはっきりとわからない。九百九十八年の段階ではホート・ストートンにも縄張りを持っているが、トニーによってこの一帯が爆破され、弱体化してしまうが、LCS の九百九十八年の段階では、レオーネのものになっているので、 SA で襲撃された以降は一時的に、レオーネの縄張りになった可能性が高い。また、レオーネファミリー、シンダコファミリーと抗争を続けている。ケンドー・ゼンバーグはこのファミリーの顧問弁護士だったが、1992年に弁護士免許を剥奪されたため、ファミリーを追い出されている。また、政治家オドノバンを支援している。主な武器はピストル。車はグレーのセダンである。 これ、ディエクセス。シシリアンマフィアの一つ。かつて、レオーネファミリーに仕えていたが、1998年以降激しく対立するようになり、激しく構争するようになる。また、このファミリーもはっきりとした狩猟がわからない。リバティシティ、レッドライト地区にある、ポーリーズレビューバーという店を JD オトゥールに経営させていたが、 レオーネファミリーに寝返ろうとする JD を射殺されてしまったため店と地区を奪われてしまう。また、レオーネファミリー、ホレッリーファミリーと抗争を続けている。LCS においてトニー・シプリアーニによってポーリーが死亡するという大打撃を受けたため2001年には壊滅した。主な武器はピストル、マイクロ SMG、SMG、レオーネスーツ同様彼らにも 共通の服装があるものの、単体でいる場合は通行人と大差がない。車は白のステーションワゴンのシンダコアルジェント。ヒスパニック系のギャングでヘップバーンハイツ地区を占領している。2001年ではエルブロがギャングの黒幕だったが、それ以前は不明である。また、トニー・シプリアーニと縄張り争いで構想している。主な武器は LCS では、 バットと手斧で、スリーではバットのみ。しかし車の上など高い場所に乗ると警官と同じようにピストルに切り替わる。車はスタリオンのカスタム車で黒い車体に炎のペイントのディアブロスタリオン。中国人で構成されたチャイニーズマフィアでリバティシティのチャイナタウン全域を取り仕切っている。チャイナタウンにあるミスター・オンズ・ランドリーやパンクヌードルなどの店も支配下にある。 バイスシティに1986年に偽サツイタを船で運びに来たこともあるが、トミー・ベルセッティに襲撃された。しかし、2001年では中華街と西は駅まで支配下に置いているものの、1998年時点では中華街でも死んだコファミリーなどがカ歩しているのと構成員の分布の薄さのところを見ると、そこまで大きな勢力ではなかった。主な武器はバット。 ピストル。車は個体ごとに色が違うがトラックに独特の魚の絵が描かれているトライアドフィッシュ版。2001年では背中にトラックと同じ魚が描かれている青いつなぎに黒い帽子がユニフォームだが1998年の時点では味や色が強くにじみ出ているものになっている。しかし1998年の用紙の場合背景や通行人が 比較的地味になり逆に目立たなくなってしまったために近くまで寄らないとトライアドと気がつかない場合が多い。日本人で構成されたジャパニーズマフィアで日本古来の組織。リバティシティ、トーリントン地区を縄張りとしており、若頭の検事に代表されるように義理人情を重んじている。1998年の時点では、カズキ河川が2001年では、 アスカかサイが組長となっている。カズキの火事の百道場となる謎の店などが支配下にある。また、2001年にはレー・マショウスキーがヤクザのスパイとして雇われていた。LCS において、トニーシ・シプリアーニとの戦闘で若頭のカズキが死亡し、後にアスカが組長となった。2001年にホート・ストートンとのカルテルと縄張り争いが起こるようになる。 1998年ではシダーグローブのポータートンネル付近の縄張りも持っていた。ゲーム中では日本語を話す。主な武器はピストル、ウージー。一部ミッションではくくりも用いる。車はスティンガーのカスタム車で白い車体に赤いストライプの入ったヤクザスティンガー。GTA2、3、LCS と登場しているが次回作の4では登場していない。 それは3とーでは世界観が異なるためである。コロンビア系のカルテルで表向きは運送業をしているが、裏ではスパンクの密輸、密売を主な活動としている。2001年時点ではカタリーナがリーダーであった。1998年にはパンランティック社とエイブリー・キャリントンによるフォート・ストートンの土地買収計画の際、エイブリーの護衛として雇われていたが、 移動中に、トニー・シュプリアーニによって計画書を奪われドナルド・ラブにビジネスを乗っ取られそうになったので、ドナルドの屋敷を襲撃したものの、同じくトニーにドナルドを逃がされた。なお、2001年時点では、ドナルドの屋敷はカルテルのものとなっている。2001年ではそのパンダ・アンティック社による建設計画を進めるべく、ホート・ストートンにも縄張りを持つようになるが、後に、 そこでヤクザとの抗争が起こる。また、2001年には、ヤーディーズと同盟してスパンクを売り裁こうとするが、アスカやケンジの命を受けたクロードによって、リバティシティ中の売人を始末された。主な武器は、ピストル、ウージー、AK-47。車は、青い四駆のカルテルクルーザー。ジャマイカ人で構成されたギャングで、かつて、レオン・マカフリーが取り仕切っていた。 2001年ではニューポートを主な縄張りとし、キングコートニーが狩領として仕切っていた。1998年と2001年ではこのギャングも統一されたユニフォームが変わっており、前者ではジャマイカを強く意識した金色を基調とした派手めな服だが、後者では黒い T シャツの上に作業着を着たような服装となっている。性質的に主人公と敵対するため、 シナリオが進むとストートン島も危険地帯と化していく。主な武器はバットとピストル。車はヒョウ柄のシートが豪華なローライダーのヤーギーズロボ。ショアサイドベールで活動するストリートギャングたちでスパンクに手を出している。レッドジャックスは D ・アイスが狩猟として取り仕切っている。フーズは昔からレオーネファミリーとの関係が良いため、 ミッションにおいても協力するが、1998年の時点でも存在している。ナインズはレッドジャックスと内部対立しているが、D アイスの依頼を受けたクロードにより壊滅し、一切出てこなくなる。レッドジャックスは赤色で、ナインズは紫色の服装である。主な武器はバット、ピストル、ウージー。車は共にライトバンの乱放にストリートアートを施し、タイヤを インチアップ。窓にスモークかけたフッツランポエクスウェル。リバティーシティは3と LCS で作品館の時代設定に3年の開きがあるため、街並みに以下のような相違点が見られる。今までのリバティーシティから一新し、シリーズの中では一番ニューヨーク市を忠実に再現していると言える。時代設定は2008年。人口はおよそ800万人。市長は フリオーチョは副市長はブライス・ドーキンスである。ちょうどゲーム中では、州知事を決めるための選挙活動が繰り広げられているらしく、ジョン・ハンターとマイケル・グレーブスが2大候補者であるが、現職の州知事は誰なのかゲーム中では触れられていない。原市長の体制のもと、店頭での銃器販売をさせないなど厳格な銃規制が敷かれているが、 闇市場での武器取引が成立しているため、銃を使用した犯罪は少なくない。複数存在する犯罪組織の中では、特にイタリアンマフィアやヒスパニック系ギャングの活動が盛んで、ブローカーのロシアンマフィアも勢力を広げており、改善されてはいるものの未だ治安は悪いと言える。リバティシティは、オルダニーも含めた全域をリバティー式が管轄している。 消防は、リバティ消防局が管轄。プレイヤーが、携帯電話で911にダイヤルすれば、緊急通報受信センターにつながり、そこから、警察、消防、救急のいずれかの要請を選べば、出動をさせることができる。ゲームの序盤においては、テロ対策の一環として、島と島を結ぶ橋はすべて警察によって、封鎖されており、 プレイヤーが無理に突破するとテハイドが最大の6の段階にまで引き上げられ NOSE と呼ばれる特殊部隊や FIB と呼ばれる組織に追われることになる。なお、メドーズパーク内にリバティ州立パビリオンタワーやミドルパーク近くにリバティ州立自然史博物館があることからリバティシティが属しているのがリバティ州であることがわかる。ゲーム内の企業として VC から登場したスプランク、バーガーショットやクラッキンベルなどの企業も登場し、リバティーシティの新聞であるリバティーツリーも存在する。ゲーム内のテレビ番組であるヒストリー・オブ・リバティーシティでは、リバティーシティの制定からアメリカ南北戦争までの歴史が紹介されており、それによるとリバティーシティの歴史はモデルとなった都市であるニューヨーク市の歴史と類似点が多い。 リバティーシティと今呼ばれる地域は1609年にホレーショ・フンボルトという人物が開拓し始めたと言われている。1625年にローアー・アルゴンキンにオランダの公益所が設けられるとリバティーシティは一気に麻薬と不正の創屈と化した。リバティーシティはもともとこの土地に最初に入植したオランダ人たちからニューロッテルダムと名付けられていたが1664年に イギリスがオランダに対して資金援助を行う見返りとして土地の権限がイギリスに移りその時からリバティシティと呼ばれるようになったそしてアメリカ独立戦争の結果として1783年にはイギリスがリバティシティの所有権を放棄し1790年代に政府機能が他都市に移動するまではアメリカの最初の首都になった方の地域は 大きく分けると4つの島からなる。リバティーシティにおいては、防犯が最小の島で、アルゴンキンが最大の島となる。オルダニーはリバティーシティの隣の州であり、州とはオルダニーシティ。それぞれの島は橋やトンネルでつながっている。また、オルダニーとアルゴンキンの間には、ハピネス島、アルゴンキンとデュークスの間には、北からチャージ島、コロニー島がある。 地域としては下の5つがある。アルゴンキン・ワルガーンクイーンモデル都市はニューヨーク市マンハッタン。キャッチコピーは自称万物の中心、セルフ、プリクレイモドセンターオブエブリッシングなど。現実のマンハッタンのように超高層ビルが立ち並び、多くの種類の文化が街の中で入り混じっている。ゲーム内のテレビで放送されている。 The History of l i b a t City というリバティシティの歴史を語る番組によると、アルゴンキンという地名はもともとネイティブアメリカンの言葉で高層マンションを建てるための場所もしくは STD に感染するための場所という意味の言葉らしい。アルガンクイーンとはアルゴンキン語族にちなむ。アルゴンキンを東西に走るストリートの名前は鉱石や元素にちなんでいる。また、通りの頭文字が アルファベット順に並んでおり、ストリートの場合は、南から北に A、X、アベニューの場合は、東から西に A、G の順に並んでいる。アルゴンクイーンと表記される場合もある。宿命施設、観光地防犯防犯モデル都市は、ニューヨーク市、ブロンクス。キャッチコピーは、北の外れ、プラクティカリーアップステイトなど、コーポラティブハウスなどがあり、 5つの地域の中では一番面積が小さく、比較的穏やかな地域。防犯の通りの名前は有名な刑務所にちなんでいるものが多く、アルカトラズアベニュー、シンシンアベニュー、サンクエンティンアベニュー、グアンタナモアベニューなどがある。宿命施設、観光地ブローカーブローカーモデル都市は、ニューヨークシブルックリン。キャッチコピーは、教会、住宅開発、流行の最先端。 チャーチズ、ヒップスターズハウジングプロジェクツなど、こ主人公のニ個が最初に降り立つ場所であり、序盤の舞台となるところ。港があるだけあって、工場や倉庫が集まっており、また、ロシアからの移民が多く住んでいることから、マフィアやギャングの創屈となっている事案が極めて悪い地域。ゲーム内のテレビで放送されている。 ザ・ヒストリー・オブ・リバティシティというリバティシティの歴史を語る番組によると、ブローカーという地名は、イギリスの王の婚外子であるサー、ウィリアム・ブローカー3から由来しているらしい。ブローカーのストリートの名前は有名なカウボーイの名前にちなんでおり、ヒコック・ストリートや、アープ・ストリートなどがある。また、アベニューは、ネイティブ・アメリカンの民族名にちなんであり、モホーク・アベニューなどがある。 地区名施設、観光地デュークスデュークスモデル都市は、ニューヨーク市クイーンズ。キャッチコピーは多文化のスラム街、マルチカルチュラルゲトスなど。空港や公園など規模が大きい場所が多い。通りの名前は古戦場にちなんでおり、コンコードアベニュー、トレントンアベニュー、ヨークタウンアベニューなどがある。地区名施設、観光地オルダニーオルダーニーリバティーシティの隣の州。モデル都市は、 ニューヨーク州の隣、ニュージャージー州。キャッチコピーは、ストリップモールと共同住宅、ストリップマウルズコンドズなど。方と同じ、マップの CW には、ハード設計上登場せず、ブーストンネルも登場しない。北部は、住宅や商業ビルが大半を占めているのに対し、南部は、工業地帯で、工場や、製油施設などがある。 刑務所があるので非常に評判が悪い。通りの名前は地域によって異なり、北オルダニーは山脈の名前、中央オルダニーは発明家やカルト宗教の関係者の名前、南オルダニーはアメリカ軍が行った核実験の作戦名にちなんでいる。オルダニーの名はイギリス海峡のチャンネル諸島の東名をもとにしている。これは GTA に登場した地域。 ガンジーも同様である。宿命施設、観光地本作は、ギャングやマフィアは主に所属する組織のテリトリーにたむろし、一般市民と同じように生活している。通常の市民と別カラーの車に乗り、ニコが素手で攻撃を行うと、最初は素手で反撃し、銃を突きつけると思っていた銃や武器を使って反撃を行う。また、GTA のヤクザが登場せず、 イタリアンマフィアの5大ファミリーが登場したり、アイルランド系やアルバニアンマフィアが登場するなど、これまでの作品に比べ、よりリアルな犯罪組織構成図となっている。その他、エリザベータ率いるサウス防犯ドラッグクルーや、ウルペーパーのミッションで敵として登場する、テロリストグループ、ファミリー同士の構想以外のミッションなどに敵として登場する小規模なグループなど、縄張りを持たない。 犯罪組織がリバティシティには存在する。LTA 交通網リバティシティの地下鉄、バススカイカーはリバティシティ都市交通局が運営している。本社はアウトルックパークの北西にある。モデルはニューヨーク市都市交通局。リバティシティ地下鉄路線ズデュークス、ブローカー、アルゴンキンを通るルート防犯、アルゴンキンを通るルートタクシー外中を多く走っている。 全体が黄色のボディが特徴。セダン型とワゴン型のタクシーがあり、運転手も白人や黒人、アジア系、女性、男性など様々。稀に日本人が働いていることがある。プレイヤーが客としても乗ることができ、目的地を選択すればそこまで乗せて行ってくれる。タクシーのドアの側面には渦のような料金表があるが、その料金表の通りに、 プレイヤーが支払うことはない。飛行機、フランシス国際空港や、フライアス、エサル、アディオスエラインズなどという航空会社もあるが、プレイヤーは、リバティシティ以外に行くことはないので乗ることはできない。なお、フライアスの広告によると、SA で登場した、ロスサントスまでは299ドルから、ラスベンチュラスまでは200ドルから行けるらしい。また、VC に登場する、 バイスシティまでは300ドルからプライベートジェットで行けるらしい。ヘリツアーヒギンズヘリツアーズが運営するヘリツアーはヘリコプターに乗りパイロットがリバーティーシティを上空から案内してくれるというものである。ヘリはそれぞれ違う周回ルートを飛ぶ。高速道路高速道路は次の6つの高速道路が通っている。橋梁、トンネル、方に登場する架空の企業。 旧作から引き続き登場する企業も多いが、それ以上に新しく登場した企業が多い。また、旧作から引き続き登場した企業でも、4の舞台が2008年のリバティシティであることから、ロゴなど変更が加えられた企業もある。プレイヤーが利用できる店舗、施設以外にも多くの企業が存在する。飲食系下商品、医療品系武器店また、リバティシティ内では、 アンムネーションのトラックが走行しており、トラックを奪って、積み荷の武器を手に入れることもできる。ただし普通の車と異なりドアがロックされているため、奪うにはまずトラックを攻撃して運転手にドアを開けさせる必要がある。メディア自動車販売店自動車メーカーホテル娯楽施設、その他企業大手電子機器メーカー。製品は給湯器やコピー機からハンドドライヤー、ファックス電話、 ポスシステムまで多岐にわたる。また、市内にはこの会社のコンテナがあるほか、この会社のロゴ入りの段ボールが散乱している。スタントンは発音上は、スタウントン、または、ストントンと読むのが正しいが、本校では、PS に日本語版、グランドセフトオート3の表記に従って、ストートンと表記しているグランドセフトを取りバティーシティ。 ストーリーズ解説書 http コロンスラッシュスラッシュ www.rockstargames.com スラッシュ4スラッシュページイコールヒストリーコンテントイコールインタラクティブレイ GTA4 のゲーム内でのウェブサイト www.peepthatshit.com より他の地域の施設、観光地も同サイトより ありがとうございます。